自分を大魔王だと思い込んでいる、40代一般男性の、やさぐれメタル様。そんなやさぐれ師匠の弁護団が、なぜか裁判中に、全員辞任するという、謎の怪奇現象が発生しました。辞任した理由は不明なんですが、一般的に考えられるのは弁護士費用が払えなかったから、あるいは依頼人との信頼関係が損なわれたから、あたりでしょうか、って。それから数日後、やさぐれメタル師匠の新しい弁護士が決まったようです。おめでとうございます。言っていることがコロコロ変わる人間の弁護をするのは、非常に大変だと思いますが、頑張ってください。しかしその新しい弁護士、まだやさぐれメタル様の異常性には気づいていないようです。小川社長のコミュニティ投稿から引用します。やさぐれメタルが新しい弁護士を雇ったようです。自称大魔王一人じゃ裁判継続できないから仕方ない。先日、こちらの弁護士が送った上申書に対する答弁が返ってきたようです。一回目の、辞任した弁護士を彷彿とさせるほどデタラメな虚言、おまに受けて答弁されているので、長くは続かないと思います。何も知らないとはいえ、マジでひどいなこれ。ここまで来ると、相手弁護士に同情してしまいます。依頼人が虚言癖で認知が歪んでいると、弁護士のキャリアにも傷がつくのではないかと心配になります。あまりにも不遇なので、新しい弁護士の方を公開しないよう配慮したいと思います。はぁ、それかため息。1回目に弁護士が辞任した時と、全く同じパターンですね。やさぐれ師匠は40代ですが、学習能力が全くないことがわかります。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ、という言葉があります。この言葉を簡単に言い換えると、頭の良い人は過去の事例から学ぶ、頭の悪い人は自分で経験して初めて学習する、という話ですね。過去の事例から何も学ばずに、痛い目に遭うのはバカバカしいという話です。しかしやさぐれ師匠の場合は、自分の経験からも一切学べていないようです。つまり学習能力ゼロなんですよ。経験から学べない人間、ということですね。それも愚者を通り越して、何と表現したら良いのかわからないレベルです。格言が想定している愚者のラインを、大幅に下回っていくスタイル、本当にどうしようもないなこいつ。前にも言ったんですが、やさぐれメタル師匠にもう一度お説教しておきましょうか。お前さ、自分が雇ってる弁護士に対して、虚言扇動してどうすんねん。弁護士にはちゃんと本当のことを言わないと、弁護のしようがないやろ。お前弁護士をなんだと思ってるんですか。いやだって弁護士が事実を把握していなければ、さすがに介護のしようがありませんし、勝てるものも勝てなくなりますよ。自分で勝ち筋を潰して一体何がしたいんですかね師匠は。というわけでやさぐれメタル師匠は、裁判で勝ちたければ、今すぐ弁護士に本当のことを話しましょう。なぜ弁護士にすら嘘をつくのでしょうか。明らかに合理的ではありませんし、自分の利益にならない行動です。嘘をつくことが自分の利益にならない、その程度のこともやさぐれメタル様はわからないのです。ただ同時に、本当のことを言ったらまずい、という認識がおそらくあるんでしょうね。つまり合理的な判断ができるほどの判断力はないものの、保身のためにどうすればいいか、という考えは一応できるようです。さすが保身のプロですね。自己保身だけは一流です。まあでもやさぐれメタル様自身も、本当のことを弁護士に言ったらまずいことになる、という自覚は一応あるんでしょうね。そんなやばいことを隠してるんでしょうか。自分の弁護士に対して虚言扇動をするというムーブから察せられることは、なんか相当やばいことやってんだろうな、という感じですね。しかし師匠の弁護士がかわいそうですね。いくら仕事とはいえこんな奴の相手するのはきついってマジで。最後までご視聴ありがとうございました。